ていこう。まだ遠くないな。エーテルはそんなにないよ。気をつけて。これが魔法の力。
願いね。行け！
くして。くさばる。そうね、頑張れ、頑張れ、いっちゃえ。中盤戦だね。みんなを助けて。これが魔法の力。行くわよ。よし。えい。任せてくれ。次はどうするつもり？余裕ね。
撃で行くよ。黙っていたこと。うん。
私たちは。死んでる？そのままの意味。ライムたちは、世界を守るために。どういうこと？顧問の力。ううん。ユズたちは昔は、でも、人間と顧問とを接続する実験で。え？どうして二人がそんなこと？ライムたちのパパは、原種と顧問のこと、その調査中に、パパは原種の最初に発見した時は、大パーツ。でも違った。この地球には、人知を超える強力な生命体が存在してる。そして、それが一定周期。それが。うん。過去の地球の歴史で、原種たちは自分たちが生きやすいように、世界を作り変えてたってことね。じゃあ、今の時代にも、勝者の原種がいるってこと？うん。顧問は、思いの力を使って戦う。それが人間。つまり、人類は顧問が死ぬか、すべての人間が死ねば、だから顧問は、人間の中から一人選び出して。それがリフレクター。リフレクター？ちょっと待って。ユズとライムはね、ちょっと特殊なの。言ったでしょ？事故で、現実側の肉体は死んだけど、本来、死んだ人間の魂は、顧問の元に戻り。だから、自分たちもリフレクターと同じ、その人を、助けるため。そのリフレクター、ひなちゃんだから。え？テレビで見たの。毎日、実験ばかりで気がめいる中で、生き生きと踊るひな、とってもかっこよかった。大きな舞台で、自分より年上の人たちを相手にしても、気がついたら、ひなちゃんから目が離せなくな、この人は、どんな人なんだろう。ゆずと二人で話して、想像してた。いつの間にかひなちゃんは、ゆず、だから会いに行った。どうしても、確かコンクールで、出番が終わったすぐ後だったと思う。花を持って行ったライムたちの頭を、綺麗だった。背中に、なんであんなに高く飛べるの？え？で、全然気にならなかった。うん。ずっと見とれて、これからも頑張って。いっぱい素敵な演技を見せてね。それって。うん。だから日、あの日のことは、ライムたちも忘れたことはなかった。そして、ひなちゃんも。だからひなちゃんに託すことにしたの。二人が、そっか、ユズとライムとの縁は、とっても嬉しかった。会って、クラスメートとして過ごせて、そう。たとえ死んでいたとしても。それって、言葉通りだよ。原種たちの戦いが終われば、その気、最初からなかったこととして、すべてが再構成される。嘘。そんな。やだ。ユズとライムがいなくなるなら、二人の。ひなちゃん。いや、ありがとう、ひなちゃん。でも、そんなこと言わないで。ひなちゃんも、他のみんなも滅ぼされちゃう。それは、ごめんね。本当は、黙ってた方が。だってひなちゃんは、今日は、このくらいで解散にしよう。
次の戦いに勝てば。でも、私は、確信ないかな。魔物もいつ
リオン、私に力を。どうしよう。バーングベア。やったね。やったね。おっと。ありがとう。何かするかな。
う、このゾーンは苦手だな。えい！邪魔しないで。どうしよう。次もよろしく。何かするかな。
と羊羹といっぱいだね。それ戦闘開始。ちょっと考えてみよう。ちょっと考えてみよう。頑張っていこう。
をつけて進まないと。やっ、いくよ。よし、どんどん行こう。ふざけるな！行くよ。お花と火、火事が起き、それ！いつも通り、落ち着いて。よし、どんどん行こう。大事。頑張っていこう。クレイプウェイブ。ガンガン行こう。やっ。やばい。強いかも。よし、どんどん行こう。
次はどうしよう。やり合いよ、私に力を。クマさん、どうする？お願いね。相手にならなかったね。よかった。感情が混ざり合ってる。それ。いつも通り落ち着いて。どうしよう。必殺の。邪魔しないで。どうしよう。グレープウェイブ。
大事。どうしよう。ありがとう。